行きましょう。それでは東京グダグダブルース。目が覚めれば心の虹、やっぱり今日もグダグダグダで、ベッドに腰掛け、しょっぽに火をつけ、いつものように冷蔵庫を走り、扉を開けて冷えたやつをヘブシュ。Yeah.